こんにちは、Dスケです。ということで始まりましたレゴの新作をチェックしようのコーナーでございまして、本日はレゴハリーポッターの2022年の新作をチェックします。先日こちらの動画で発売が噂されているレゴハリーポッターの新作セットをいくつか紹介させていただいたんですが、その中から一つのセットがレゴ公式から正式に発表されましたのでチェックしていきたいと思います。それでは早速行ってみましょう。76399ホグワーツの入った魔法のトランク、パーツ数は603、価格はレゴ公式で8280円、2022年3月1日発売予定になっています。ホグワーツの生徒たちが持っているトランクをモデルにしたハリーポッターではおなじみのいくつかのシーンをレゴで再現することができるセットになりますね。こちらのパッケージを見ただけでもなんかいろいろなものが詰まっている雰囲気があってとてもワクワクしますよね。そしてなんといってもこのセットの一番のコンセプトはハリーポッターで登場するこちらの4つの寮のカラーに合わせてトランクの模様やミニフィグを自分の好きなようにカスタマイズして遊んだり飾ったりすることができることだと思います。まずはトランクから見ていきましょう。このように外側の部分のパーツを4つの寮のカラーで変更することができます。自分の推しの寮を選んでもいいですし、季節に合わせて衣替え的な意味で変更してもいいですし、これめちゃくちゃいいですよね。そしてキーチェーンのついたこの鍵と鍵穴、可愛らしいですよね。こちらにはちゃんとトランクの取っ手がついています。トランクの中を見ていきましょう。中身のレイアウトは大広間で行われている組み分け儀式のシーンだったり、食事をするシーン、さらには寮の談話室のシーンを再現することができるそうです。この各シーンで配置しているソファーや机や棚やベッドなどなど付属品がとっても充実してますよね。ここにある宝箱なんですが、この蓋の部分が平らになってますよね。これ新しいパーツかなって思います。こちらにはハリーポッターでおなじみの百味ビーンズというグミのお菓子がありますね。これシールかプリントかちょっとわからないんですが、プリントパーツだと嬉しいですよね。そして両サイドにあるこちらのプレートは表裏で絵柄が違うので各シーンでひっくり返したりしながら利用するようです。ミニフィグは6体でマクゴナガル先生とハリーを含む生徒のミニフィグが5体ついています。そしてこちらの生徒のミニフィグもトランクと同じく自分好みでカスタマイズできるということで、この画像を見る限りですと髪型のパーツが9つ、顔のパーツも9つ、上半身がこちらの4つと、あとハリーの上半身が1つ、あとはスカートのパーツが2つついています。いやー、組み合わせできる数ですがめちゃくちゃ多くなりそうですよね。はい、ということでレゴハリーポッターの2022年の新作セット、ホグワーツの入った魔法のトランクをチェックしました。自分好みにカスタマイズできる点もそうですが、充実しすぎている家具や小物、そしてミニフィグたち、どれをとっても素敵すぎるセットだと思います。そして2022年はこれ以外のセットも発売されるという噂はありますので、さらなる新作セットの続報が楽しみです。最後にこのセットの噂が流れた時に僕が予想していたセットの内容を振り返ってみると、このハリーがホグワーツへ向かう際にスーツケースとフクロウのヘドウィグを乗せているこのカートを押している場面を思い出すんですけども、おそらくなんですが2021年にホグワーツのアイコンコレクターズエディションっていう素敵なセットが発売されていて、このようなモデルでカートとスーツケースとヘドウィグのセットになるのかななんて思うんですが、全然違いました。すみませんでした。ということで本日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。今後の購入の参考になれば幸いです。それでは次の動画でお会いしましょう。